横浜流星と清原果耶が、9月3日に埼玉スーパーアリーナで行われた、第35回マイナビ東京ガールズコレクション2022オータムウィンター以下、CGC に登場。着物姿で、水墨画のライブパフォーマンスを披露した。横浜&清原で最後の一筆、TGC 初となる公式応援映画に決定した10月21日公開の映画、線は、僕を描く、のステージは、水墨画家の小林篠宮氏が水墨画のライブパフォーマンスをする中、シークレットゲストである清原がランウェイトップから、横浜が本ステージより登場。それぞれが最後の一筆を施し、CGC のために描き下ろした水墨画の作品を完成させた。パフォーマンスを終えた横浜は、すべての魂を込めて、松竹梅を描きました。僕が竹、かやちゃんが梅、先生が全体を描いて、今日というめでたい日にふさわしい画になったと思います、と力強くコメント。清原は、水墨画はとても難しくて、緊張が伝わってしまうんですけど、先生がすごく優しく教えてくださるので、今日もなんとか描き終えることができました、と&した表情を見せた。1年かけて四君子を練習。また映画について、横浜は、辛い過去を持つ主人公が、水墨画や温かい人たちと出会って、喪失を抱えてるけど、成長して自分と向き合って再生をしていく物語です、と説明。劇中で二人は水墨画に挑戦しているが、横浜は、僕は1年かけて、水墨画の基本となる四君子を練習しました。正直もっと欲しかったですね、と打ち明けた。最後に、清原は、水墨画の魅力を知らなかった人たちに見てほしい、とアピール。横浜は、会場の方々、全員に見ていただきたいです、と口にし、水墨画は、本当に素晴らしいものなんです。墨と水と紙と筆だけで、こんなにも美しいものが出来上がるし、一本線を描いただけで、その人の性格やその時の感情が映し出される本当に奥深いもの。自分が経験して素晴らしいものだと感じたし、それがこの作品に最大限に詰まっていると思うので、ぜひご覧ください、と熱く語っていた、東京ガールズコレクション、概要。東京ガールズコレクションは、日本のガールズカルチャーを世界へ、をテーマに2005年より春夏、秋冬の年2回開催されている、今回で35回目を迎える日本最大級のファッションショー。今回は、Going My Runway をテーマに、総勢約100人のモデルが出演し、個性豊かなファッションショーをはじめ、人気アーティストによる音楽ライブや、旬なゲストが多数登場するスペシャルステージなど、バラエティに富んだ多彩なコンテンツを展開している。